この動画は棒針編みフットカバーの編み方の3本目の動画になります。ここまでの編み方や道具や材料など詳しい紹介は、フットカバーの編み方1、2の動画をご確認ください。ここまでの動画で、つま先から編み始めて、甲の休み目をして往復編みで底を編んでまちを作ってかかとを編みました。最後にこの履き口を一周ぐるっと、アイコードという編み方を使って編んでいきます。で、ここで使うのがこの15センチのミニ短針です。このままこの輪針だけで編むこともできるんですけど、ちょっと目を移動する距離が長くなるので、もしお持ちの方はこちらお使いになると、便利だと思います。まず最初に編み始める前に、マーカーを用意して、かかとの減らし目の位置を決めます。計算表の方ではかかと減らし目目数っていう項目があるので、そこの数値を参照してください。で、今回は4つかかとで減らし目をします。でかかとの目数が今40目あるので、10目に1つ減らせばいいっていうことになりますね。で、均等に入れたいので、両端が5目で、あとは10目ごとに印を入れれば OK ということになります。なのでまずは端から5目のところにマーカーを1つ入れます。そして10目ずつ、これで4つのマーカーを40目に均等に入れました。そしたらここから、アイコードバインドオフっていう編み方をしていきます。まずニッティングキャストオンという方法で2目作り目をします。まず表編みの要領で1目編みます。で、この左側の針にかかった目を外さずに、今この編んできた右のこの目をこの向きで左の針にかけます。同じことをもう一回します。今作った目に表編みの要領で針を入れて1目編みます。そしてこれをこの向きで左の針にかけます。これで2目増えました。そしたらここからアイコードバインドオフをしていきます。表編みをまず2回、そして次の目とその次の目を右上2目一度で編みます。最初の目に表編みの要領で針を入れて、次の目も同様に右針に移します。そしてこの2目を針を突き合わせるように入れて、一緒にこの向きで編む。そしたらこの右側の針にかかった目をすべて左針に戻します。これを繰り返していきます。表編みを2回、そして右上2目一度を1回、右針にかかった3目を左針に戻す。この繰り返しです。で、このマーカーが出てきました。そしたら左針に3目戻した後に減らし目をしながらアイコードバインドオフをします。まず表編みを2回編んだら、次の目を表編みの向きで右針に移します。そしてマーカーを外して、その次の2目を一緒に右針に取ります。そしたらこの3目を合わせて3目一度の要領で編みます。これで、アイコードバインドオフをしながらさらに1目減らしました。この減らし目をすることでかかとがちょっとこうキュッと少し縮むので、フィット感がアップします。そしたらまた次の印が出てくるまで同じようにアイコードバインドオフを続けていきます。
今針にかかっているかかとの40目をすべて、アイコードバインドオフをしていきます。針にかかっていたかかとの目をアイコードバインドオフしました。そしたらここからこのサイドの目を拾って編んでいきます。で、このコードをビヨーンと引っ張って針の反対側に持ってきます。で、ここから短い針があると便利なところになります。サイドの部分はまず表編みを2回、そしたら次の目を表編みの要領で右針に移します。そして編み地の端っこの目、滑り目があるので、一目大きくなっている目になります。この端っこの目を拾います。そしたら今右針に移したこの目をかぶせます。これが1セットです。そしたら、右側の針をギュッと押し込んで、針の反対側に持ってきます。そしてまた表編みを2回、次の目を表編みの要領で右針に移す。そして編み地の端の目から1目拾う。そして右針に移した目をかぶせる。これを繰り返していきます。で、このサイドの部分はすべて端っこの目が、滑り目になっているので2段に1目ある形になります。なので2段に1目拾っていく形になります。ここでは特に減らし目とかはしないです。サイドもアイコードを編みつけました。そしたら次、ほつれ止めに休ませていた目を針に戻します。そして甲のこちら側も減らし目をします。計算表で、甲減らし目メスっていうところの数字を参考にしてください。で、今回は3目減らしますので、甲が20目あってその中に3目減らす形になるので、真ん中に1目と5目ずつで印を入れると均等になると思います。3つ均等に印を入れました。そしたらあとは編み方は、このかかと側と同じように印が来たら1目減らすの繰り返しになります。このサイドの最後の3目残った目を左針に移して、そしてまた表編みを2回、右上2目1度を繰り返していきます。で、左針に戻す。これを繰り返していきます。足の甲側も減らし目をしながらアイコードバインドオフをしました。そしたら反対側のサイドの部分もこちら側と同じようにアイコードを編みつけていきます。サイドもアイコードを編みつけました。そしたら最初の、一番最初のこのアイコードのスタート地点のところと今残ったこの3目をメリヤス剥ぎします。糸を切ってとじ針に通します。で、メリヤス剥ぎするときにどこを拾えばよくわかんない方は
編み地を見て、こっち方向に進んでいるので、一目がこの歯、カタカナの歯の形に なってます。で、この歯の右側を拾っていきます。こんな感じで、余ってる針を拾う目に通しておくと分かりやすいかなと思います。メリアス剥ぎについては、以前ゆっくり解説した動画を作っているので、ちょっとやり方自信ない方はそちらを合わせて、確認しながらやってみてください。それでメリアス剥ぎが完成しました。そしたらこの残った糸端はこの編み地の裏側で、糸を割るように編み地をくぐらせて糸始末をします。つま先側も糸端があるので同じように糸始末をしてください。糸始末については以前別で詳しく解説した動画も作ってますので、こちらも合わせてご参照ください。はい、これで編み上がりです。そしたら最後にこのかかとのここにですね、このニュースベラナインをつけようと思います。でこれ結構扱いが難しくって、一回ね失敗したこともあるんですよ。力を入れて、やってしまうとちょっと出過ぎちゃったりとかするので、そーっとね、そーっとそーっとやった方がいいと思います。で私はこの字型につけるのが割といいかなと思ったので、感じですかね。よし、あとはこれを、しっかり乾かす。しっかり上から物が落っこってきたりとか絶対にしないところで乾かします。今はこれ白いけど、完全に乾くとこんな感じで透明になります。なんか今のところまだ私は取れてないんですけど、この商品のレビューを読むと何度も洗濯してるうちに外れちゃったとかいう口コミもあったので、もしかしたらそういうこともあるかもしれないんですけど、まあ外れちゃったらまたつければいいかなって思ってます。はい、これで編み上がり完成です。これからの暖かい季節はこう外から見えない靴下を履く機会も多いんじゃないかなと思うので、ぜひ編んでみてください。この動画を見て編んでいただいた際にはぜひハッシュタグ編みちくラボとつけて SNS などで投稿お待ちしています。作り方に関するご質問については動画のコメント欄でご質問ください。なるべく返信するようにしていますし、同じ疑問を誰かが感じた時にはすでに回答している可能性もあるので、ちょっとわからないなと思ったことがあったらコメント欄をチェックしていただくのが一番早いかなと思います。それでは、今日は、フットカバーの編み方を3回にわたって紹介してみました。何か参考になれば嬉しいです。それでは最後までお付き合いいただきありがとうございました。